ロイド・デイビッドソン・ブラウンは、アメリカ合衆国の軍人。アメリカ陸軍の将校として、第28不評師団長などを歴任した。最終階級は少々。1892年、ジョージアシーシャ社論に手がを受ける。1908年には、同州オーガスタのリッチモンド軍学院。1912年には、ジョージア大学をそれぞれ卒業している。在学中には、 UI 組織ファイ・デルタ・シータ及びファイ・ベータ・カッパの会員になっている。大学卒業後はジョージア州軍学校へ進学した。1917年、ブラウンは陸軍不評が勝位に任官し、第26不評師団に配属された。第1次世界大戦中はフランス戦線に派遣され、第5不評師団第61不評連隊、G 中隊長を務めた。終戦後、 ブラウンは、ジョージア州ゲインズビルのリバーサイド軍学校で、軍事科学分野の教授を務めたほか、フィリピン中東の第45不評連隊で、中隊長や連隊付け計画、作戦、訓練枠領として勤務した。1923年に、不評将校課程、1928年に上級不評課程を修了し、1930年には、季幕僚大学を卒業した。 1930年代後半、ブラウンは州兵総局に配属され、イリノイ州軍第131不評連隊にて顧問、及び教官を務めた。第二次世界大戦勃発時、ブラウンは陸軍省に勤務していた。その後、地上軍本部で作戦、訓練参謀長報を務める。戦時体制下で陸軍が拡大する中、ブラウンは州兵の上層部を占める、 五三将校らに低い勤務評価を与え、より評価の高い連邦軍将校を招いて、彼らを優遇するという手法を推奨していたために、非難を受けた。1942年、第102不評師団の師団長補に就任し、これに合わせて巡将への一時昇進を受けている。1943年2月、オマール・ブラッドレイの公認として、第28不評師団の師団長に就任し、 少々への一時昇進を受けた。ブラウン指揮下の第28不評師団はイングランドで訓練を行った後、コブラ作戦におけるノルマンディ攻撃に参加した。1944年8月、構成の遅れを理由に師団長を解任される。ブラウンへの評価は一定しない。第19軍団司令官、チャールズ・コーレット将軍はブラウンについて、病気と衰えのために、 医療休暇が必要だと考えていた。ブラウンの指揮下にあったある大隊長は、ブラウンが戦闘において大部隊を引きようと試みなかったと回想した上、彼を指して反響乱と評した。前任者でもある第12軍集団司令官ブラッドリー将軍や連合国縁征軍最高司令部司令官ドワイト・ディ・アイゼンハワー将軍は、ブラウンを勇敢ではあるものの、 将兵を鼓舞することができない指揮官だと評価しており、それゆえに彼の部隊が十分な働きを示せなかったのだと考えていた。通常、師団長を解任された将校はその後も、他隊で指揮を取ることが多い。ところが、ブラウンの場合はアイゼンハワーから陸軍参謀総長、ジョージ・マーシャル将軍に対し、ブラウンを指揮官に復帰させるべきではないという助言が行われたのである。 大佐の階級に復帰したブラウンは、爆僚や不評学校訓練監督などを務め、1948年に退役するまで、部隊の指揮を取らなかった。1949年、退役者名簿に掲載されるにあたって少々に昇進している。ブラウンは、陸軍将校として、銀星賞や、レジオン・オブ・メリットを受賞しているほか、ホート・ベニングには、彼の名にちなんだロイド・ブラウンホールがある。 ブラウンは、ジョージア州ワシントンの1814年頃に建てられたライトナーのリスホームという邸宅に暮らしていた。この建物は、個人所有の邸宅だが、地元の歴史的建造物に指定されている。1950年2月17日、ワシントンにて死去した。遺体は、同地のレステーブン墓地に埋葬された。最初の妻、ベニータアレントは1919 19年に結婚した。 1929年、キャサリン・グリーン・ブラウンと再婚した最初の妻ベニータとの間には息子アレン・デイビッドソン・ブラウンがあった。ありがとうございます。